はい、背番号21番ゴールキーパーの菅原博道です。僕のカメラバトンでは、練習後の、自主練習の風景や、まあ、普段ね、まあ、僕が、アカデミーや藤枝マイシーのアカデミーや、スクールなどに参加させていただいているので、その風景など撮っていきたいと思います。どうぞご覧ください。ちょうど奈良さんが邪魔してました。え？マジ？はい、完璧だったけど。え、これ誰？杉本選手です。はい。
元気してます元気にプレーしてます、はい、ありがとうございます。いぶき、はい、なんだっけ、シューム、フクム、フクムです。菅原選手、どういう選手ですか？菅原選手は、やりながらでもいいですか？はい。菅原選手、どんな感じってどういうことですか？みつさんは、優しいですと。優しくて、まあ、自分たちにもすごい気を優しく接してくれるんで、すごいありがたいです。ありがとうございます。どうでした、初日？めちゃめちゃ緊張して、全然自分のプレーですったです。でも昨日試合出てましたよね、練習生のそれ言ったらもうちゃうやん、練習生もう長ない、長ない、アホが俺じゃいいんだよ、もうない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 、長ない、アホそれやったらいいと思ってるもん、みんなとりあえず。みつ、飯どうする？めっちゃ笑ってる似てんだよな、誰がやっても。ひぶき、彼女と別れた？多分見るから、本当に。なんかやってや。一番嫌なやつじゃないですか。分析して分析して。みちは、うん、無謀な縦パスが多い最近ならも多いね最近杉さんいい、はい、ケイさんのキックもすごい。みち今日セービング良かった。無謀な縦パスが多い以上、ありがとう。はい、それではね、これから、藤枝前AC、アカデミー、ユースの方ですね、メインにゴールキーパーコーチ、指導していきたいと思いますので、それでは行きましょう。じゃあ今日は、ユースの、ゴールキーパーをトレーニングしていきたいと思います。オーケーです。一問一答。はい。仲いいチームメート。三木直樹。好きな食べ物。チョコ。自分のチャームポイント。うん、顎。家族構成。いや、一人身。得意料理。豚キムチ。仲いい先輩。ジュンさんとブチ君。どうですか、ブチ君。本当ブチ君とはすごい仲いいです。はい、マジですかこれ。マジ。これマジ。はいはい、次。じゃあ付き合いたい芸能人。橋本環奈。あれ、ブチ君が知ってました。ファーストキスの味。ファーストキスの味。大人の味。体重。そこで体重。87。興味ね。口癖。なんだかな。
カラオケのお箱。郷ひろみの言えないよ。言えないよ。休みの日何してる？仕事。好きな映画。休みじゃねえ。好きな映画、コナン。変顔。一発変顔。変顔。オッケー。静岡のいいところ。ああ、静岡。静岡のいいところはうなぎパイ。じゃあこの1年抱負をお願いします。はい、なんでいきなりそんなそうですね、やっぱ J リーグ1年目なのでやっぱがむしゃらにひたむきに誰よりも、サッカーに取り組んで、一つ一つね積み重ねて、はいはいはい、まだ試合に出れてないので試合に出れるようにまずは頑張っていきたいと思います。で皆さんぜひ藤枝前市、スタジアムの方でお会いしてます。あ、お待ちしております。それではまた。はい、次のカメラバトンは三木直人選手にお願いしたいと思います。はい、楽しく撮っていきます